ニーナ・ドブレフは、ブルガリアのソフィア出身のカナダの女優、モデル。本名はブルガリア語でニコリーナ・コンスタンティノバ・ドブレバ。ブルガリア人民共和国の首都であるソフィアで、コンピュータ科学者の父親とアーティストである母親の間で生まれた。2歳の時に家族と共にカナダに移住し、主にオンタリオ州トロントで育った。幼少期より、 芸術の多くの分野で情熱的な反応と才能を見せた。特にダンス、体操、演劇、音楽、ビジュアルアート、演技でその傾向が見られた。オンタリオ州スカーバローにあるパブリックスクールとウェックスフォードカレジエイトスクールフォー時、アーツで学んだ後、トロントにあるライアソン大学で社会学を学んでいたが、女優業に専念するため2008年に中退している。 ディーン・アームストロングが主催する演劇学校で学んだ。最初は TV の CM モデルをしていたが、演技の世界へ入るため映画やテレビのオーディションを受けた。彼女は、アウェイ・フロム・ハー君を思う、タンネンベルク1939独素侵略、女子高生、VS 狼男などの役を得た。その中でも、特に彼女の名前が知られるようになったのは、 カナダの学園テレビドラマデグラシー、ザ・ネクスト・ジェネレーションであり、10代のシングルマザーを演じたミア・ジョーンズ役である。2009年秋からアメリカのザ・ CW 系列で放送されている女子高生とバンパイアの複雑な恋愛と青春を描いた人気ティーンホラードラマ、バンパイア・ダイアリーズでは主人公、エレナの役とそのドッペルゲンガーであるキャサリンの役を演じている。2010年に ヴァンパイアダイアリーズでティーン・チョイス・アワードを受賞した。彼女にはエンジニアである一人の兄がいる。母国語であるブルガリア語とカナダ育ちのためフランス語、さらに英語が堪能。スポーツは全般的に好きであり、とりわけサッカー、水泳、乗馬、バレーボール、ウェイクボード、ロッククライミング、スノーボード、体操、ヨーガなどを好む。趣味で、 カスタムジュエリーを作っており、友達にあげたりしている。旅行が好きで、特にヨーロッパ旅行が好きである。両親がブルガリア人であるため、ブルガリア正京都である。現在はアメリカ合衆国に住んでいる。2009年からドラマ内で恋人を演じていた、イアン・サマー・ホルダーと交際していた。3年交際していたが、お互いの考え方の違いから2013年5月に破局。 その後、9月に、親友でもあるジュリアンハフの兄、振付師のデレックハフとの交際が報道されるがすぐに、破局。イアンサマーホルダーとは、破局後も円満な関係を続けている。ありがとうございます。